Spinner。 おはようございます。9月20日金曜日、本日のデイリーブリーフをお届けいたします。本日のエピソードでは、ナイキ CEO ジョン・ドナホーが退任、メルセデス・ベンツ年間業績見通しを下方修正、企業広告差別動画に誤掲載、EU の AI 規制に懸念、企業が一斉に警鐘、ディズニーハッキング被害後にスラックの使用停止へ、についてお届けいたします。このポッドキャストデイリーブリーフでは、世界で今まさに報じられた最新のグローバルニュースをいち早く声でお届けします。ただいまデイリーブリーフではリスナーの皆様に向けたアンケートを実施しています。皆様のご意見ご感想をもとに、さらにビジネスに役立つ情報をお届けしていきますので、ぜひご協力をお願いします。詳細は概要欄をご確認ください。ナイキ CEO ジョン・ドナホーが退任。世界最大級のスポーツ用品メーカーナイキの最高経営責任者 CEO であるジョン・ドナホーが来月退任し、後任としてエリオット・ヒルが就任することが発表されました。ヒルはナイキで32年のキャリアを持ち、かつて消費者マーケット部門の社長を務めた経験があり、10月14日に正式に CEO に就任します。ドナホーは2020年からナイキを率い、パンデミック対応やデジタル販売の強化で評価されましたが、最近は市場シェアの低下と業績悪化に直面していました。今回の人事発表により、ナイキの株価はおよそ 10% 上昇しました。ドナホーは2025年1月まで顧問として会社に残る予定です。メルセデス・ベンツ年間業績見通しを下方修正。ドイツの高級自動車メーカーメルセデス・ベンツは2024年の年間業績見通しを下方修正しました。同社は従来の売上高利益率の予測を 10% から 11% から 7.5% から 8.5% に引き下げました。これは中国の経済環境が悪化していることが大きな要因とされています。中国では消費の低迷と不動産市場の低調が影響し、国内総生産 GDP の成長がさらに鈍化していることから、全体的な販売量が減少していると述べています。メルセデス・ベンツは2024年の調整後の年間利益が前年をわずかに下回るとしていた従来の予測を改め、大幅に下回ると発表しました。これを受けてニューヨーク市場ではアメリカ預託証券が 2.4% 下落しています。企業広告差別動画に誤掲載。アメリカの YouTube でマツダやアドビなどの大手企業の広告がハイチ移民に関する虚偽で差別的な内容を含む動画に表示される事態が報告されました。これらの広告はオハイオ州に住むハイチ移民に対して、道路脇でアヒルを食べているといった虚偽の内容が含まれる動画に掲載されていました。加えてカマラ・ハリス副大統領の広告も同様に不正確な移民関連の動画に表示されました。企業は政治的に偏った内容や誤情報、ヘイトスピーチと自身のブランドが関連付けられることを避けるため、多くの対策を講じています。しかし、今回の事例はアルゴリズムによる自動広告配信の難しさを浮き彫りにしました。ブランドの信頼を守るため、広告掲載の透明性や管理の強化が求められています。EU の AI 規制に懸念、企業が一斉に警鐘。
アメリカの大手テクノロジー企業メタプラットフォームズやスウェーデンの通信機器会社エリクソン、ドイツのソフトウェア企業 SAP などおよそ30社が連名で EU ヨーロッパ連合の AI 規制に対して懸念を表明しました。これらの企業は AI が生産性を向上させ経済を拡大させる一方で、一貫性のない規制の決定によりヨーロッパは他の地域と比べて競争力も革新性も低下しており、 AI 時代にさらに遅れを取る危険性があると指摘しています。これに対して EU は AI の革新を支援する取り組みを強化するとし、規制が法執行や商業のニーズに対応するよう見直しを進める予定です。ディズニー、ハッキング被害後にスラックの使用停止へ。世界的なエンターテインメント企業ウォルト・ディズニーはハッカーによる大規模なデータ流出を受け、2024年末までに社内のコミュニケーションツールスラックの使用を停止する計画を発表しました。流出したデータは財務情報や戦略情報、従業員や顧客の個人情報を含む1テラバイト以上に及びました。この問題を引き起こしたハッキング集団ヌルバルジはディズニーのソフトウェア開発マネージャーのコンピュータを経由してスラックにアクセスし、4400万件以上のメッセージや数千のファイルを不正に入手しました。ディズニーは被害の影響が業績に大きな影響を与えることはないとしていますが、同社は今後より統合されたツールへの移行を進めると発表しています。ディズニーのような大企業でもサイバー攻撃のリスクがある中、あなたが利用しているサービスでのセキュリティ意識はどのように変わりましたか？デイリーブリーフをお聞きいただきありがとうございました。感想はカタカナでハッシュタグデイリーブリーフとつけて、ぜひ SNS にポストしてください。デイリーブリーフをフォローいただくと毎朝の配信に加え12時と18時に最新のグローバルニュースが届きます。本日の担当は荻野かなでした。次はお昼12時に AI によるフラッシュニュースを配信します。皆様、良い週末を。